今のところ無料なんですか？今のところ無料ですね。はい。窓を開ける以上な効果が現れる。こんなにいいシステムはないんじゃないかと思って、もう本当に自信を持って提案しているシステムです。省エネ教室。皆様こんにちは。株式会社リンクロードバの長野正樹です。宮城県および東北全域で空調工事、電気工事、 5G 関連の通信工事、建築内装、除菌コーティング施工と皆様の住環境に関わる仕事をしています。私の夢は皆様が幸せになるビジネスマッチングを作り出すこと。このチャンネルでは空調、電気などの住環境についてお得な情報を発信していきます。リンクロノバ。長野さん、はい。全館空調で健康面に配慮って言ってましたけども、はいはい、体にいい家っていうことですか？ですね、はい、体にいい活動って逆にいろいろあると思うんですよ。適度な運動とか、はい、筋肉トレーニングしたり、いい食事をとったり、本当に体にいい飲み物、はい、取ったり、あとは本当に睡眠とか、はい、もう本当に確かにその健康に欠かさないことってみんな興味あって、みんな多分やってますよね、それなりにね。で、ただみんなすごく大切なことを忘れてるなって、思っていて、でも私も忘れてたぐらいに本当にこう思った部分なんですけど、一番自分の人生というか、一日の中で摂取しているものってパッと出てきます？摂取してる水とかだと思いますよね、はい、水分とかですよね。空気なんですよ。なんかトンチみたいな感じであれですけども、空気が一番一日の中で摂取している。で、数字で言ったら、だいたい食べ物が、1.4kg ぐらい、飲み物が約 1.2kg ぐらい、人それぞれですけど、だいたい平均値で。で、空気、呼吸する空気って 18.5kg も摂取してるんですよ。めちゃめちゃですね。そうなんですよ。だからそうなると、一番やっぱり空気っていうのが、皆さんが一日、言えば人生一番摂取してる、体に取り入れているものになります。忘れがちですよね。忘れ、そうなんですよ。要はみんな体にいいことをやろうとしてても、やっぱ一番大事な空気の質に関しておろそかにしているので、いくら要は2番手3番手なんなら、先ほど言ったその比率で言ったら、18.5 に対して1キロとかに行く行かないものを微妙にこだわったとしても、結果体ってやっぱ良くなんないっすよね。で、実はその空気っていうのは、外よりも逆に室内の方が汚れてるんですよ。なので皆さんこの、外に行っていい空気とかって言いますけども、実はその中は本当に汚れている。でやっぱりその料理したりなんだりすると、やっぱそういったこう、もちろん呼吸の二酸化炭素もそうですけども、料理のそのキッチンとかで燃えガスとか、あとはもちろん水蒸気、あと匂いの成分であったり、成分で言ったら PM2.5 とか、そういったものが大量に家の中でもちろん発生しているので、換気っていう部分が必要になってきます。先ほどからその全館空調でもお伝えしてた、汚れた空気を排出するって言われるものが要は換気ということになるので、いかに、汚い空気を外に出して、で綺麗な空気を中に取り込むかっていうことが、すごくこう大事になってきますね。だから健康面っていうことなんですね。そうなんです。なので全館空調システムって言われるものが、そういった健康面に対しての配慮からなるというところは、
ヒートショックし、まあ、都度言ってますけども、うん、ヒートショックし、あとはアレルギー体質の改善っていう部分に関して、うん、やっぱその自然な空気、新鮮な空気を取り入れるっていうことがいかに大事かっていうことにつながってきます。で、要は、まあ、換気扇だけの家、うん、あの前の回にも、うん、話した内容にはなるんですけども、うん、また改めて大事なことなので、ちょっと伝えておきますと、換気扇だけの家、換気扇で排出して自然吸気を取り入れるっていうものが、うん、第3種換気と言われる換気方式になってまして、で基本的に多分どの家も今、うん、あのそういった形で、自然吸気口みたいな丸い穴側から、うん、吸い込んで、で排出をするっていうのが第3種で、まあ余談ですけども第二種換気っていうのは、手術室とかオペ室とか、要は汚れた空気をもう入れない、吸気でプラス圧にしてマイナス圧のものを排除するという形がまず手術室とかそういうで、私がその推奨している、全館空調システムっていうのは、第一種換気といわれる機械で吸気して機械で排出ということを提案していますので、自然な空気は、まあ、自然な空気というか新鮮な空気は常に入り込んでいて、排出されるべき悪い空気は外に行く。でさらにその全熱交換器というものがあるんで、効率いい温度のものが常に、室内に入り込んでいくということで、まあ、その24時間365日、新鮮な空気に守られる家というものが全館空調システムになってます。なるほど。でやっぱりこうもう皆さんこう体にいい食べ物とか、うん、まあ、体にいいもちろん飲み物、うん、まあ、体にいい運動っていうのを実践はすごくしていますし、うん、まあ、同じこう YouTube の中でも、まあ、そういったものってすごく非常に多いと思うんですね。ただその一番こう取り入れている、人生で一番取り入れる空気のことを考えずにそっちから先にやりますかっていうことはやっぱりもっと提言しなきゃいけないのかなと本当に思います。でやっぱりその新鮮な空気を吸うために、はい、こう山とか行きますよね。ですごい綺麗じゃないですか。空気は綺麗ですごく新鮮で、わあなんかこう蘇ったみたいな感覚になる。ただ帰り道から家行って悪い空気に結局はなってく、それ意味がないですよね。やっぱりその山行って自然な空気と綺麗な空気をそのままやっぱ自分の中に取り込んであれば、家帰ってもそういった空気に常に触れているっていうことがすごくこう健康、うん、やっぱ健康第一につながるものじゃないかなと思ってます。なのでやっぱりこの動画、あの発信していくことに私は意味があるのかなと思ってるので、まあ、本当にそういった健康面にこう改めてこう考え直したとか、あのなんかあそうだったとかっていう本当に思いの人がいたら、ぜひこの全館空調システムに対してお問い合わせいただけたらなと思います。やっぱりその体にいいことはやっぱその体に取り入れる空気環境っていうのを良くすることっていうことが一番重要だと私は思っています。詳しくはノートとかにも書いてある。そうですね、詳しくはもうノートにやっぱりその住環境に特化して私も書いてますので、ノートの方ではもっとより詳しく書かせさせてはいただいてます。はい、今のところ無料なんですか。今のところ無料ですね。はい、無料でやらせていただきます。長くちょっとコアに書いてますんで、はい、分かる人はしっかり見てほしいし、私の多分熱量はそっちにも伝わってますので、はいはい、ぜひまあ、イメージ図と一緒に、はい、見やすくはさせていただいてるとは思ってます。はい、じゃあもうハマる人は超ハマります。ハマりますね。ハマってほしいですけどね。私も逆に書いてながらもハマってくるタイプなんで。はい、やっぱ企画書とかも貼り付けたとか。あ、そうなんですよ。私その法人向けさんにいろいろと企画書とか作ってて、まあ、こういったのを
あの月1ペースでこういろいろと出してはいます、提案ベースで。でやっぱりそれってね、いろんなまあ営業手法の中の一つだとは思ってますけど、やっぱりこの全館空調システム、まあ特にあのこういった空気のことに関する全熱交換器をこう家とか店舗とかそういったのに取り入れるっていうこと、やっぱり冬になると換気が今コロナ禍で大事だと思うんですけど、窓は開けると冷たくて開けれないですよね。でそれをやっぱ自然吸気を入れることによって循環して、窓を開ける以上な効果が現れるということは、やっぱり感染症予防にももちろんつながりますし、空気の質っていうものにもつながってくるので、こんなにいいシステムはないんじゃないかと思って、もう本当に自信を持ってあの提案しているシステムですね。企画書とかってアップしたって大丈夫？アップしても大丈夫ですね。はい、もう私もノー許可でもう全然出せていただいて構わないし、もう皆さん逆にもうどんどん盗んでいただいて、はい、もっとよりいいこういった活動をどんどん広めていってもらえればなとは思ってますね。じゃあ次も楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。リンクドノバ、今回の動画いかがだったでしょうか。もし良かった、面白かったと思った方は高評価コメントをいただけると嬉しいです。まだチャンネル登録をしてない方はチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。省エネが家計を救う。それではまた。